初代リーディングのアストレイ男爵、ジェイコブ・アストレイ初代リーディングのアストレイ男爵、ジェイコブ・アストレイは、新京都革命期のイングランドの貴族、軍人、王党派に属した、ノーフォークのコンスタブルホールで誕生。1597年に、エセックス博、ロバート・デ・バルー、ウォルター・ローリーのアゾレス諸島遠征に従軍したのが、最初の軍事経験で、 翌1598年はオランダへ渡り、オランダ総督、マウリッツ・フレデリック・ヘンドリック兄弟の下で、従軍、30年戦争では、プファルツ戦定校、フリードリヒ五世やスウェーデンをグスタフ二世、アドルフの下で戦った。軍事的名声を得て、イングランドへ帰国してからは、国王チャールズ一世に仕えた。1639年、不評少々として、 スコットランドの侵略から防衛のため、北へ向かい、主教戦争では、国王側として戦った。一方で、陸軍陰謀事件に関与していた。1642年から第一次、イングランド内戦が始まると、王党派に加わり、不評少将として従軍した。10月23日のエッジヒルの戦いでは、戦闘前に神に祈りを捧げたことが伝わり、主よ、あなたは今日私が、 どれほど忙しいかご存知ですね。もし私があなたのことを忘れても私のことを忘れないでくださいと唱えた後に戦った。また、かつて家庭教師として教えていたチャールズ一世のオイルパートと戦術で対立した臨時白爵ロバート・バーティーから不評指揮官の地位を譲られる一幕もあった。内戦中は忠実な応答派だったが、 地盤のノーフォークを含むイーストアングリアは議会派の勢力が強かった。1643年9月20日の第一次ニューベリーの戦いで不評体を指揮10月に王党派が占領したレディングの知事に任命された。翌1644年にはラルフ・ホプトンと共に3月29日のチェディトンの戦いに参戦。 アストレー本人はいなかったが、息子と帰化連隊は、戦闘にいたとされる。チャールズ一世から男爵に除され、1645年6月14日のネーズビーの戦いでは、中央で、再び不評部隊を指揮、議会軍中央の指揮官、フィリップスキッポンを負傷させたが、戦闘は、王党派の敗北に終わった。敗戦後は、ウスターに泊まりながら、ウェールズで母兵に務め、 オックスフォードにいるチャールズ一世の下へ向かおうとしたが、1646年3月21日に、議会派のウィリアム・ブレアトンとトマス・モーガンらの攻撃を受け大敗、1000人以上の残存兵と共に降伏した。その際、議会派軍人に、君は、君の働きをしてきたし、その働きを続けるだろう。そして、君は、君たち自身の中で倒れるのだと言ったという。 以後は捕虜になっていた、ストーンイコールザイコールウォールドから仮釈放されたが、第二次イングランド内戦の参戦を禁じられ、敗者として屈辱に耐える日々を送り、投獄された時もあったが、メイドストーンへ、引退、1652年に亡くなった。ABCDEF チズム、um, 1911、P793、田村、P77、P78、ウェッジウッド、 P130P131 ガードナー P114 田村、P137P138 ガードナー P400 ウェッジウッド P550P551P565P566 ありがとうございます。